夜間とアイドルの YouTube ご覧の皆様、はい、こんにちは。自己紹介しよう、今作るやつね、じゃあせーのって言うからちょっと感覚でやってね。分かった。せーの、私たち様子のおかしい美女たちです。言い出しっぺイエーイ。夜間とアイドルでは初出演ですね、私たち。初めまして。緊張してます。はい、さっき結成しました。会いましてもね、秋田文庫です。はい、今日は秋田です。ライブ終わりました。終わりました。美味しいものいっぱい食べれました。ライブの合間ですから。ではライブの前ですね。ライブの前ね、このユニットを結成したんですけど、そのおかしい美少女たち、美女たちじゃん、急に少女にしました。若くなった。どういった経緯で？これはですね、TikTokというものを、撮ってた時に、なんかすごいあまりにも私たちの息がぴったりすぎて、フォーメーションまでつけちゃって、なんとクオリティの高い動画ができちゃったんですよ。そうそうそう、できちゃって、なんか口頭で言っただけなのに一発で合わせれちゃったっていうので、これはデビューしかないじゃねみたいな、デビューしかないじゃねみたいな、笑いのツボも一緒だったりして、はい、大爆笑かましちゃって、はい、はい、で、で、こういうユニット名になりました。それぞれチームシャチ、ハギネルトープさんっていうユニットで普段は活動してるんですけど、グループで活動してるんですけど、はいはい、それぞれね、別々でしたもんね、ステージは。うん、どうですか、2回目結構もう前4 3? 3回目すごい、ちょっと様子おかしかった。かわいいね、この衣装かぶっちゃってコメント。でも声細いからな。ゆねと声張ってこ、声張ってこ。衣装かわいいね。衣装かわいいね。立って見せちゃったりしたら、見せちゃったら、いいね。この色、うちも、あ、シャチバージョン。こちらも見せておきましょう。嬉しい。いいね、いいね。東北さんちゃんは秋田文化も結構、うん、毎年お世話になって、この時期の楽しみって感じ、秋田が本当に、そう、ホワイト企業だから秋田は。企業なんだからね。いや、なんか秋田のさ、ロケとかも全部ホワイト企業なの。そうなんだ。終わる時間がちょうどいいね。ちょっとそれはだいぶ感じたね。感じた。なんか空気感がね、本当に穏やか。ファンの皆さんも温かくこう迎え入れてくれてる感じが、だいぶね、急がなきゃって、マークしてる。そうやって教えようと思って。社長初登場だったんだけど、もう本当にものすごく楽しめた。楽しかった。ちょっとエビチューちゃんとレアな3組。レアだよ。スタプラ最高だよ。本当に最高って思いました。私たちね、様子のおかしい美女たちの今後も楽しみにしていただきたいと思います。そしてかやちゃん以外の3人はね、夜間ランドの方にも出演しますので、新生組、新生がスターになってますので、新生組幕末夜間見回りたいということで、すごいの見れるんじゃないの？お待ちしております。お待ちしてます。じゃあ最後、はい、ということで皆さん楽しみましたか？楽しみましたか？楽しみましたか？切り抜きいっぱいして、いろいろあげてくださいね。よろしくお願いします。それでは以上ということで、私はまた夏の美女たちでしたね。それではいきます。以上、私たち夜明けの美女たちでした。